ぱり志望校決めなきゃいけないということで、はい、ということは受ける教科は国語と英語だけ。そうです、ここが狙い目だよみたいなのがあったらぜひとも教えてください。じゃあどれが正解でしょう。お、そうだよということで、はい、さあ、はい、やってまいりました。お願いします。はい、出てこないから動画に何があったんだっていっぱい来てましたけど何にもないです、普通に来てました。久しぶりに出たと思ったらなんかクイズやってるしボロボロだったやつ、そう負けましたね。今年一番伸びなかったすごい、すごい、今年一はすごい。 YouTuber があんなにいるのに一番伸びなかったんですか一番伸びなかったそれ切ないな。びっくりするけど、はい、じゃあみんな見てください。さて、やっぱり志望校決めなきゃいけないということで、はい、どうなってんだいっていうことですね。どうなってんだい、めちゃめちゃ責められてますよ。どうなってんだい志望校ですよね決まりましたよ。あ、決まったんですね。はい、それをちょっと発表してもらおうと思います。はい、まずここはですね、僕ん家じゃなくてですね私ん家なんです。はい、私んちです。志望校どっちから言えばいいんですか。2個あって。はあ、2個、2個あります。はい、2個あったんですね。1個はずっと行ってる早稲田大学を受験します。ああ、はい。でもう1個は成城大学っていう。成城、成城石井の大学ですね成城2つ受けるってことですか。はい、できるんですか私成城大学ってその初めて聞いたんですよ。あ、そうなんだ。初めて聞いて調べたら偏差値もそこそこ。いやいや、ありますよ、もちろん、もちろん、もちろん大丈夫なのかなって心配があって。大丈夫なんですかね。え、学部は文学部の、はい、文学部、文学部じゃなくて、はい、文学、文学、自分の受ける大学ですよ成城大学文芸国部って書いてあります。文芸書いてありますって自分の受けるところはい、なるほど、はい、そこということは受ける教科は国語と英語だけ。やっぱりね、そうだと思ったまあまあ去年ね、うちのチャンネルね、坂上さんっていう方がやってたんですけども、はい、彼も英語と国語だけで受けてたんで、受験、そうです。だからもうそもそも受けられるところがすごく少ないという状況なんですよ。だって過去問とかまだ見てないわけですね。はい、あの買いました、過去問。あら、クリスマスに、クリスマスに届きました。 R1 はちゃんとガブ飲みして全部なくなりましたよ。嘘、はい、今日までの賞味期限だったけど。はい、それからすごいお腹が緩いです。そうです、絶対そうでしょガブ飲みするもんじゃない。こちらですね、じゃーん、ということで成城大学 S 方式。そうですよ、これだ。全学部統一で坂上がダメだったやつだよね。え、めちゃくちゃ大変ですよ。大変ですか。だから2教科しかないってことは、はい、何が起こるか分かりますか。教科数が少ないっていうことは、ある現象が起きますね。受かる確率が下がる、うん、なぜ、なんて言うんですか、もし5教科あったら1教科めっちゃ頑張るとかできるけど、うん、2教科しかないから、うん、もうなんかどっちかできなかったら終わりみたいな。そうですね、そういうことです。まあつまり合格するための得点率がめちゃくちゃ高いです、ね、あ、なるほど、はい、あらま、大変な戦いになる。国語の配分がめちゃくちゃ高いから成城大学にしましょうって。問題はだって古文できてないじゃないですか。そうなんですよ、古文の勉強やってるんですか。古文まだ手つけられてなくて。本気で言ってるこれめちゃめちゃ高いですよ、得点率。そして英語ですよ、当たり前ですけど。はい、もうこの半年間ずっと英語だけ学んでたから、うん、国語大丈夫かなっていう心配はあるんですけど、でも今のところその模試とかもできてたのが国語が一番高かったから、うん、国語が配分高いところを受けまし、今年受けました。ちょっと待って、今年はってもうその2年連続でやるみたいになってますけど違う違う違う、今回はそれを受けましょうみたいな話でした。今回はってだから、あ、違う違う違う次回があるみたいな、もう言い方なんて言うんですかね。ちょっと待って、そんなね、R1 のような受け方しないでくださいなかった失礼しました繋がりました次の年にみたいなのじゃないですか、受験は、はい、そうやって先延ばし先延ばししたらたわしさんになっちゃうんで今年で決める覚悟で、はい、まだ見てもいないですね。早稲田は文学部。あ、そうです、文学部です。はい、こちらは特攻ですね。特攻、え、もうやったんですか。だってあの申し込むやつとか。あ、まだやってないです。しないと、はい、いけないですよ。もう共通テスト申し込んだ。共通テストは多分受けないんじゃないですか、ね、あ、受けないのか。はい、もうあれで行くみたいです。はあ、ははあ、学校行って調査書もらっておかないといけないでしょ。そうなんですか。そうですよ、高校行かないといけない。そうなんですか。そうですよ、じゃないともちろん申し込めないですよ、受験って。これ常識ですか。はい。あら、知らなかった。
で卒業した証明がないと当たり前ですけど受けられない。卒業証書とかじゃ無理です。無理に決まってるわ。卒業証書だ。なんで好き？何をもらう？調査書。調査書、うん、書いとこう。調査書。ちょっと怖いわ。とかに行けばもらえるんですか？自分の学校特定されちゃう。やばいやばい。普通ないから。やばいやばい。調査室。調査室じゃない。調査されるわけじゃない。調査書か。調査書？担当のところがありますから普通。じゃあ案内してもらえばいいですね。長いですからね、そもそもこのほら英文とかこれぐらいあるんですよ。本当だ、80分、はい、読めるのかっていう。そもそも日本語がないんですよね。このめちゃめちゃ言いましたからね、 ものすごい勉強させないと困るから。そうなんですよね。鬼のようにもうやらないと。あと1ヶ月ちょっとになりました。もうだって R1 的なものもないですね。もうあ R1 来月です。あるんかい。来月あるんですよ。アルバン取るか勉強取るか。はい、はい、どっちもやらせていただきます。取れるんですか本当に。いや本当に坂上が解いた問題。いやでも分かんないですね多分ね。難しいですかやっぱり。いやこれとか意味分かんないです。それぞれ Because of Due to even though inspired of instead of、はい、それぞれの意味は Because of Because of は、Because of は Because of はなぜなら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 こうだからみたいなことですよね。はいそうですね。 due to って知ってます？ due to due to 何々をする。意味がわからない。due to due to と because of 同じ意味です。あなぜならですか？前置詞ですけどね。なんでまあだこの時点で A と B 両方入んないっていうのがわかる。わお、はい、even though even though は何ですか？even though は though、はい、though はどういう意味ですか？ though はなのだから違いますね。はい、とかだがですね。だがだ。さあこれも新年一発目からボロッカスに叩かれるけど。はい。やばいな。でも本当にあと1ヶ月しかないのに。インスパイトオブ。インスパイトオブ。何々の中。違います。なんとかだがですね。インステッドオブ。はインステッドオブ。しかし。違います。しかし、インステッド。しかしながら。違います。代わりに。じゃあどれが正解でしょう。おいいですね。はい、どういう意味でしょうこの文は。本を買うならルックシェルフ。はぁ、どういうこと。本を買うならインステッドオブどういう意味だったんですか。インステッドオブは、うん、何でしたっけ。なんとかする代わりに。代わりに。あだから本を買う代わりにアイライク。あ本棚を買う。そんなわけないわ。どんなやつだ。本を買う代わりに本棚を買うって。本棚ないと入りませんから。違います、はい、ebooks をオンラインで買います。 ebooks をオンラインで買いますっていう意味ですかこれ。はいそうですよ。 ebooks って電子書籍ですね。あ本を買う代わりに電子書籍を買う。そうまあ、インステッドオブっていうのは何とかする代わりにとか何々ではなくってことなんで、ストアで本を買う、お店で本を買うのではなく、オンラインで電子書籍を買うのが好きです。うーん、ヘルプってヘルプミー、ウィッチヘルプスミー。あ、そういうことか。スペースを取らないからebookを買います。そう、本棚のスペースを取らない、うん、からっていうことですね、はい。これだってさ、英文法とかやったじゃないですか。ヘルプとか出て、あ、そうだ、ゼロから英文法とかやってるから出てきてると思うんですけど、はい、ヘルプの。ヘルプは出てきました。古文系とか。単語帳とかはどうなってるんですか今、レベル5。データベース3000か。はい。インステッドオブとか出てきてないのか。絶対に出てきてます。インスパイトオブとか。出てきてますね、絶対に。この辺とか熟語ですね。熟語だからその早稲田を受けるのかどうかってことですよ。そうですよね、確かに。行くんだったらその国語に教科のもっと下のとこを一個増やしゃいいと思いますけどね。あ早稲田を受けるならそう。だって早稲田それにだって3万5000円払う気になります。確かに。絶対に絶対に受からないところに3万5000円払うより。確かに。ちょっと先生に、あ今日は会うというか喋、はい、るから。それは相談しましょう。英語と現代文で受けれるとこだと文教大、帝京大、淑徳大、はい、千葉県にあるやつだな、うん、城西国際、ああこれも千葉だね、明海大、あディズニーランド大学とかと言われる、和洋女子、大美林、大妻女子、はい、京林、実践女子、
生鮮女子、大東文化、目白大、和光大、拓殖大、多摩大とか、ああこの辺か、帝京平成大もあるな、うん、ああ神奈川大学、神大ですよ、なんていうのも一部ありますね。はい、まあここが狙い目だよみたいなのがあったらぜひとも教えてください。はい、そして勉強時間、はい、取らなかったら罰ゲーム的なのをよろしてください。もう毎日分かりました、分かりましたって言いました今今簡単に言いましたけど、やばいな、全部記録、はい、送って、もうやりましたっていう、そうやらなかったら、まあ、R1 出場停止それやばいですね、とか W 出場停止とかそういう罰ゲームをつけて戦ってください。わ、はい、かりました、はい、ということでした、はい、これから勉強させます。はい、1ヶ月でどれだけ伸びるのかということでした。はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。